次はこちらです。よいしょ、はい、明日みんなも気になる21世紀タイムトラベラーの謎、はい、はい、こちら実際にタイムトラベルの事例は世界中から報告されているということですけれども、どうなんでしょうか。まさにゲゲゲの鬼太郎からタイムボカンへタイムボカン知ってますか。タイムボカンはなんか再放送で夕方に見たことがあります。ヤッターマンはなんかね実写になったのに、タイムボカンはねなんかね実写になったのかな。どうなんでしょうね、印象ないけど、なんかあれが初めですからね、あのタイムボカンシリーズのね、ドクロが上がるやつですね。そうそうそう、ボヤッキーとトンズラのやつ。ああ、じゃあそれがドロンジョ様のあのシリーズの一番最初はタイムボカン。ああ、あれ考えた人頭いいですよね。よういいですよね本当にいやだと思いますよあれ、はい、そう、タイムマシーンをすごい可愛らしく描いてるなと思って。まあ SF の世界ではね、タイムマシンっていうのは定番ですからね。うん、もう、まあ、言ってみればバックトゥーザフューチャーも含めてですね、はい、もうタイムマシン、タイムトラベルのテーマっていうのは今までたくさんありましたと。まあ、ただね、実際見るんだよ、そのタイムマシンなんてできるのかみたいなね。はい、そうですね、そこが一番なんかついついタイムマシンに乗っていくと結局今また戻ってきたらどうなるんだろうみたいな、そういうこう全問答みたいな感じになるじゃないですか。まあいわゆるそのタイムパラドックスみたいな。あ、そういうんですね。まあ、過去に遡って自分の親を殺した時に自分の存在は一体どうなるんだろうみたいな話。そうそこら辺がちょっと理屈に合わなくなってくるんじゃないかなと思って、ね、私はちょっとあんまり信じらんないなって思うんですけど。あとね、ここに1万円札があって、はい、1分前の戻ってその持ってきて、はい、1分前の持ってきてってやるとここにこうね、X ではまあ1億円で、あ、そう、そうですよね、そう、それいいですね歌にもありましたよね、3億円が降ってきたみたいな宝くじがあります。私の歌にももちろん夢と希望が詰まってます、ねまあそういうふうなタイムパラドックスもあるので、はい、果たして本当にね、タイムマシンが本当にできるのか、うん、まあ一応科学的、物理的に言うと、まあ未来に行くことは可能であろうと。うーん、光の速度に近く、まあ運動すれば、はい、